ジョージ・ビリアーズ、初代バッキンガム公、ジョージ・ビリアーズ、1592年8月28日から1628年8月23日は、イングランドの政治家、貴族、スチュアート朝初代国王ジェームズ1世と、第2代国王チャールズ1世の2代にわたって、重心として使え、イングランドの国政を主導、海軍教、在職、 1619年から1628年、党の官職を歴任した。はじめ議会やプロテスタント勢力から人気のある政治家だったが、三十年戦争での敗戦が続いたため、批判を受けることが多くなり、1628年には議会から突きつけられた権利の制限を受け入ることを余儀なくされ、課税には議会の同意が必要であることや、 新民の自由を侵害してはならないことを政府として再確認した。同年に暗殺された。1592年8月28日と2番目の妻、旧姓、ボーモントの三男として、レスター・シャーノに生まれる。ビリヤーズ家はフランス系の中産階級だった。13歳の時に父が死去した。母は幼少期からジョージを停身に従っており、 そのための修行でフランスへ留学させた。フランスには3年間留学したが、フランス語を完全にマスターできなかったほど学力では劣っていた。しかしこの留学中に社交術や乗馬、ダンス、フェンシングの腕前を上げることができた。1612年にイングランドへ帰国し、1614年夏に国王ジェームズ一世の印権を受けた。 それをきっかけに王の長愛を得るようになり、以降として宮遣いするようになった。1615年にはに任じられるとともに、ナイトに上される。1616 16年には、北トレントの在職1616 16年から1619年、在職1616 16年から1628年、や、在職1616 16年から1628年、などの官職を得る。 また同年、ガーター勲章を受訓し、ビリアーズ死釈とワッドン男釈に助された。1617年には、スミ密古門館 PC に列し、バッキンガム伯爵に助される。1618年には、バッキンガム公爵に助される。1619年には、海軍卿や南トレントの巡回裁判官となる。以降、海軍卿を主任務としつつ、内政や外交など、 あらゆる分野に影響力を及ぼすようになった。このビリアーズの短期間での急速な昇進の背景には、勲長だけでなく、カンタベリー大主教、第三代ペンブルック博、ウィリアム・ハーバートラ宮中内の改革派、プロテスタント教皇派による後詞があった。初代ソールズベリー博、ロバート・セシルが死去した後、宮廷は、親カトリック、親スペインのハワード家が取り仕切っており、 国王朝信の初代サマセット博、ロバートカーもハワードだったため、プロテスタント派はこれを警戒して、ビリアーズをサマセット博に代わる国王朝信に仕立て上げたがっていた。また1610年にソールズベリー博が提案した財政改革案大契約が議から否決されて以降、多くの財政は危機的状況に瀕していた。 1614年に議会が再召集されたが、国王秘書長官ウィンウッドが議会対策に不慣れな上、政府内でも財政改革案について意見が分裂していたため、政府と議会の和解が難しい情勢になっていた。そうした中で、ジェームズ一世が議会からの財政援助を諦めて持参金だけを目当てにカリックのスペイン王室との婚姻に動く恐れがあり、 ビリアーズにはそれを阻止する役割も期待されていた。ビリアーズは、その期待に十分に応え、国王を、大倉教初代サフォーク博、トマス・ハワードラオヤ・スペイン派から引き離したばかりか、六百十八年には、サフォーク博を失脚にまで追い込んでいる。またこの時期に、ジェームズ一世の勧めで、フランシス・ベーコンから、政治指南を仰ぎ、イングランドの政治、宗教、経済、 外交など多岐にわたる分析、対策を教えてもらったが、ビリアーズは王の寵愛を当てにして政治を行う方を選んだため、ベーコンのイングランド指南を十分に学べなかった。このためビリアーズは身内ビー気による派閥形成に走り、彼に推挙された人々が宮廷や政府の養殖を独占したため有力貴族の反感を買い、国政に 関与できなくなった地方の有力者は、議会でビリヤーズが牛耳る中央政府と対決することになる。ビリヤーズが推挙した人物には大法官に出世した、ベーコンと大倉卿など優秀な人材もいたが、彼らは後にビリヤーズに見捨てられる羽目になる。1621年1月に召集された議会で、独占権に対する批判が上がると、 身内に独占権を与え議会の批判対象になっていたバッキンガム公はベーコンから独占権廃止で支持を獲得することを助言された。書き流し、逆にベーコンをスケープゴートにし、収賄罪で悲鳴に追い込んだ。ジェームズ一世もバッキンガム公を守るため、ベーコン失脚に一役買った。ジェームズ一世は、ヨーロッパ大陸で発生した30年戦争への参戦に、 消極的だったが、スペインに占領された、プファルツの現状回復には、前向きだった。しかし1621年に召集された議会は、その費用を認めなかったので実施は、不可能だった。そんな中高大使、チャールズ、後のチャールズ一世は、自分と、スペイン王女、マリアの婚約話を進めることで、持参金として、プファルツ回復を、 スペインをフェリペプ世に認めさせることを考えた。バッキンガム公も、次期国王への影響力を確保しようという意図から、チャールズのこの構想を指示した。1623年2月、チャールズ皇太子とバッキンガム公は国王に相談することもなく、独断でスペイン・マドリードへ渡った。二人は半年間マドリードに滞在して、スペインと交渉に当たったが、 外交経験がない二人は、相手の交渉を引き伸ばし工作に乗せられ、フェリペ三世の息子で、マリアの兄フェリペ四世は、イングランドと結ぶ気はなく、側近のオリバーレス白公爵ガスパールで、グスマンカは、チャールズ皇太子のカトリック改修とイングランドの、反カトリック法撤廃を要求されたため、交渉は頓挫した。プファルツ回復を持参金とする確約も得られず、二人は、 何の成果のないは幕末に帰国の途に着いた。しかしこのスペイン訪問でバッキンガム公はスペインの狙いがイングランドとの交渉を長引かせてイングランドを三十年戦争の枠外に置いておことだと見抜いた。そのためこれ以降のバッキンガム公は反スペイン派の筆頭に転じた。スペイン滞在中の1623年5月にバッキンガム公爵に除されている。 1624年2月に召集された議会において、バッキンガム校は反スペイン派の英雄として称賛された。議会は妖刀スペインとの戦争に限るという条件付きで30万ポンドの課税を許可した。ただ、議会の多数派は、エリザベス時代と同じく対カトリック戦争を想定し、戦術も死役戦による海上決戦を試行したのに対し、バッキンガム校はあくまで、 プファルツ回復とハプスブルク君主国拡大そのみを目的とし、そのためにはプロテスタント諸国だけではなくカトリックのフランスとも同盟を結ぶ必要があると考えていた。もっとも今会期の議会の最大の焦点は外交問題ではなく大倉教ミドルセックス博の財政改革への批判であった。旧廷内の最大派閥の指導者となっていたバッキンガム公も 今や既得権益を守る立場展示、財政改革に否定的になっていたため、議会のミドルセックス博球団に加わった。国王は、ミドルセックス博を擁護したが、それも虚しく、白爵は収賄罪を犯したとされて、ロンドン島へ、遊兵さ失脚した。これについて国王は、スティーニー、バッキンガムのあだ名よ、お前は、なんという馬鹿者だ。 お前はすぐにこの愚行を後悔する時が来るだろう。人気に溺れてお前は将来自分を叩く無知を自分でこしらえたのだとつぶやいたという。1624年中にフランス最小リシュリューと交渉したが、スペインの時と同じく相手に交渉の主導権を握られ、情報を重ねた。罰金がンガはチャールズ皇太子とフランス王女アンリ4世の娘でル13世の妹。 アンリエットの婚約を成立させ、フランスがスペインとの戦争に協力する見返りに、イングランドの反カトリック法を緩和することを約束した。ところが、反スペイン機運の高まるイングランドでは逆に、カトリックを弾圧すべきとの意見が強まっていたため、反カトリック法緩和を議会に認めさせるのは不可能であった。バッキンガムはやむなくチャールズの家庭内だけで、 カトリックに寛容な態度を取るということで妥協を図ろうとしたが、これをきっかけに二枚舌と批判されるようになり、バッキンガム公人気が低下し始めた。おまけに1624年末に英仏軍事同盟の締結に伴って大陸へ派遣された遠征軍も薬病で自滅したため英仏同盟も不安定になっていった。ジェームズ一世が亡くなり、 チャールズ一世が即位した2ヶ月後の1625年5月に、バッキンガム公はアンリエットを迎えに彷彿したが、フランス王ルイ十三世はもはやエフツ同盟に、乗り気ではなくなっていらしく、祝典を欠席している。またこの彷彿の際に、バッキンガム公はルイ十三世の不在をいいことに、フランス王妃アンヌと恋愛騒動を起こして、問題となった。 1625年3月に即位したチャールズ一世紀のもとでも、長身として牽制を振るい続けたが、同年6月に召集された議会では、税制問題やプファルツ奪還作戦の失敗、国王がアルミニウス主義を報じていることなどについて、宮廷、特にその中心人物であるバッキンガム公批判が高まった。バッキンガム公はそうした批判を懐柔しようと、 10月に議会が施行するスペインとの海上決戦を目指して、カディス遠征を実施したが敗北した。これは、バッキンガムの無能さというより、軍艦の技術が高くなりすぎて、武装商戦では対抗できなくなっていたことが原因だった。つまり、議会が施行する海上決戦の構想自体がもともと無理があったのだが、議会はそれを侵略せず、バッキンガム批判を強めた。 また当時のイングランドではフランスがイングランドから借りた軍艦をユグノーフランスのプロテスタント弾圧に使ったために反仏世論が高まっていた国王とバッキンガムもフランスがスペインと積極的に戦おうとしないことに苛立っていたので1625年末に至って外交方針を転換しイングランドがプロテスタント同盟の名手となる路線すなわちオランダと同盟を結んで フランスのユグノを援助することを決定した。この路線は、プロテスタント教皇論に立つ、議会多数派が従来から主張していたものであるから、国王としては当然議会からの支持が得られるものと、踏んで、対スペイン戦争の財政援助を求めるべく、議会を召集した。ところが国王とバッキンガムの予想に反し、翌1626年2月に召集された議会は、 反罰バッキンガム派の議員が多数選出された。反罰バッキンガムムードの高まりの中、かつてはバッキンガム支持派だった議員の主導でバッキンガムの悲鳴を求める弾劾が行われた。エリオットはその中でバッキンガムの高慢で広範囲にわたる圧政は人間ばかりではなく、法や国家にも及んでいる。陛下の意向、公にされる、指令、制定法、 通密委員会議の決定、法廷での判決、そのどれもが、罰金が無効の意思に従属させられていると、恣意的統治を批判し、また、罰金が無効が権力乱用して、公金を横領しているとして、下にとっては財産を、湯水のごとく、使い果たす国庫に救う害虫であり、国にとっては、不正を優先させ、善行を妨げる、事業分を吸い取るがのような存在と罵倒した。 これに対して、バッキンガム公は、私の心が国への奉仕から離れているとしたら、私は最大のボーなのでありましょうと弁明した。こうした議会での批判の高まりにもかかわらず、国王は、バッキンガム公を擁護し続けた。国王は、対スペイン戦争の補助金を諦め、バッキンガム公弾外が貴族院で判決される前に、議会を解散した。結局、6月までに、 庶民委員から認められた、特別税は20万ポンドで、必要額の3分の1に過ぎなかった。また議会開会中、国王とバッキンガムは、議会運営を円滑にしようとエドワード・コークや、トマス・ウェントワースら反政府派の代表的な、庶民委員を、庶民委員議員との兼職を禁じられているシェリに任じる、ことで、庶民委員から排除したために反発を招いた。貴族院においても、 第21代、アランデル伯爵トマス・ハワードや初代らを、議会活動から遠ざける処置を取ったので、貴族員の怒りも買った。補助金を得られないばかりか、国王と国民代表の距離が広がっていることを顕在化させることになった。また、罰金が無効は、アルミニウス主義への接近もやめようとはしなかった。アルミニウス主義は1563年に、 イングランド国教会が採択したカルバン主義の予定説、救いは人間の行いに関係なく、神の一方的意思によって、しかも世界創造の時点で予定されていたものにだけ与えられるとする説を批判して、人間の意思を強調したプロテスタントの一宗派だが、聖職者の権限は直接神に由来するとし、また精霊点など儀式の重要性を説いて、 教会を外面的に美化してその遺伝を示すことに努めたため、強硬なプロテスタントカルバン主義者であるピュータン、たちからは、教義と儀式重視によってカトリック会議を狙っていると批判されていた。1626年に指定でアルミニウス主義者とカルバン主義者の会談を設定したが、この席上、初代とクックからドルトムントの宗教会議で宣言されたカルバン主義を、 イングランド国教会に受け入れよう求められたのに、対して罰金が無効、バッキンガムは、いな、いな、そんなものは、必要ない。我々は、そんな会議とは、無関係だと答えたという。さらに、バッキンガムは、アルミニウス主義者と目されていた聖職者を積極的に、国境界の養殖に登用した。とりわけ、ウィリアムロードを徴用し、自らの宗教政策の顧問とするようになった。 バッキンガム公のそうした態度はピューリタンから強い憎しみを招くことになった。1627年3月にフランスがスペインと和解し国内のユグノー弾圧を強化するようになった。これに反発したバッキンガム公はフランス摂政リシュリューの失脚を狙って同年6月からフランスの都市ロシェルのプロテスタントを支援すべく出兵したがフランス軍に サンマルタン要塞に牢上され、イングランド軍はそこを陥落させられず、11月に撤退に追い込まれたラ・ロシエル包囲戦。この惨敗によりバッキンガム批判が一層激しくなった。庶民員反政府派のウェントワースは、この敗戦について、これほどの地辱はかつてなかったと批判したが、国王は相変わらずバッキンガムを擁護し続けた。 財政は苦しくなる一方で1627年末にはこれ以上の戦争継続が困難となった。政府は横領地を売却して債務を整理しつつ強制借用金徴収と軍隊宿泊強制で乗り切ろうとしたがこの処置は議会の同意のない私有財産権侵害と批判されて反対運動を巻き起こし議会の召集が求められた。そのまま ラロシェルのユグノーは危機的状況に陥っており、イングランドの大規模な援軍がなければ、崩壊は避けられない状況だった。こうした中、バッキンガムも数密院多数派も、反政府派と和解して、議会を召集する以外に道はないことを国王に、進言した。一方反政府派は国王による、強制借用金に反対してその支払いを拒絶する、運動を開始していた。 政府は運動の中心人物らを逮捕したが、裁判所は裁判の中で国王による強制借用金を合法とは認めなった。これに不満を抱いた法務次官が判決を勝手に改ざんして裁判所が強制借用金を合法と判決したかのように見せかけた。1628年3月に召集された議会は法務次官による判決の改ざんに驚愕し、 イングランド人の自由が、恣意的課税、恣意的逮捕によって脅かされようとしているという意識を強めるに至り、改めて市民の自由を確認する法律を制定する準備を開始した。財政的困窮を深める国王と、罰金が無効としては、議会と対立するわけにはいかず、特別税を議会が承認することと引き換えに議会、ガメル、権利の請願を認めることとなった。 権利の請願は、議会の同意なき課税の禁止、恣意的逮捕からの新民の自由、軍隊強制宿泊の禁止、民間人への軍法的要禁止などを内容とする。内容的にはすでに明文化されていた新民の権利の再確認に過ぎなかったが、新民からは広く歓迎され、ロンドンではお祭り騒ぎになったという。さらに庶民院は、災いと危険の原因は、 バッキンガム公への権力集中と乱用にあるとして、バッキンガム公に対する抗議書の作成を開始したが、国王はバッキンガム公を守るためにその前に議会を提した。権利の請願を認めたことで議会から多額の補助金を手に入れたバッキンガム公は再びラルシェル遠征を開始しようとしたが、1628年8月23日にポーツマスで遠征準備中に、 イングランド軍省に暗殺された。バッキンガム公の遺体は、ウェストミンスター寺院に埋葬された。フェルトンは11月29日にタイバーンで、公主刑に処された。バッキンガム公暗殺のニュースは、ロンドンの民衆から歓喜の声を持って迎えられたという。バッキンガム公は悪評にまみれていたが、現実政治家の面があり、晩年には、戦争反対派のを大倉卿に任命したり、 アボット、アランデル博、ベントワースなどにも和解の意思を示していた。また、宗教政策もカルバン主義との関係を回復させて柔軟路線に改めようとしつつあった。バッキンガム公の死後、チャールズ一世の周りから現実政治家は消えた。チャールズ一世は1629年にフランス、 1630年にスペインとは僕して30年戦争から離脱したが、ロードやウェントワース、初代ストラフォード伯爵に除されたといった側近に支えられて、1629年から1640年にかけて議会を全く召集しないという申請体制を敷いた。この申請体制は、ロードイコールストラフォード体制と呼ばれ、イギリス史上をとりわけ悪名高い体制である。 1640年から、再び議会が召集されるようになり、申請には終止符が打たれたが、その頃には、国王と議会の亀裂は根深くなっており、ピューリタン革命を経て、王政廃止を将来することになる。1616 16年8月27日に、以下の2つの位を新規にノブされた。1617年1月5日に、以下の1つの位を新規にノブされた。 1617年3月14日に上記3つの尺位について、自身の男系男子に次いで、同母兄弟との男系男子への継承が認められる。1618年1月1日に、以下の1つの尺位を新規にノブされた。1623年5月18日に、以下の2つの尺位を新規にノブされた。1627年8月27日に、 バッキンガム公爵くらいとコベントリー伯爵位について、男系男子に次いで、娘の男系男子に継承が認められる。1620年に、第6代、ラトランド伯爵の娘と結婚し、彼女との間に、以下の4校を設けた。ビリヤーズ家は、バッキンガム公以外にも栄達した人物が多く、同母弟クリストファーは、アングルシー伯二常人、イボアに、 エドワードの孫でまた名に当たるバーバラ・パーマーは、チャールズ二世の愛人一人として、県政を古いクリーブランド港に助釈された。バーバラの重帝エドワードは、ジャージー博に常任。エドワードの妹エリザベスは、チャールズ二世のウィリアム三世の愛人となった末に、東園オークニー博、ジョージ・ダグラスイコール・ハミルトン、同母姉、スーザンの総尊と結婚。ジョージは後に、イギリスの陸軍元帥になった。 1620年代、ビリアーズは、ヨークハウスという邸宅を所有していた。この建物は、イングランド内戦後も残り、長男で同名の第二代バッキンガム公、ジョージ・ビリアーズにより1672年に3万、ほどで売り払われた。この周辺には、バッキンガム公にちなんでジョージ通り、ビリアーズ通り、デューク通り、バッキンガム通りという地名が残った。 歴史家のバッキンガムの評価はことごとく低い。19世紀の歴史家ガードナーは、我が国における、いや世界中を見渡しても、最も無能な政治家の一人として位置づけなければ、ならないと、こといる。しかし、バッキンガムが有力貴族との地のつながりもなく、一階のジェントリーの指定から公爵まで成り上がり、度重なる失勢や、議会の批判にもかかわらず、 約十年にわたって失脚することなく権力の座にあり続けた事実は彼が全く無能な政治家だったわけではないことを証明している。勲長を得ても短期間で失脚した政治家は大勢いるからである。バッキンガムは自らの地位が国王の寵愛に依存していることを自覚しており、国王の意向や好み、願望を鋭い嗅覚で嗅ぎ取るよう努め、 国王と寝ることも意図はなかった。エリザベスの長身、第二代エセックス博、ロバート・デバルーのように王の意志に逆らって、機嫌を損ねるような真似は、決してしなかった。また、バッキンガム公は自分を守るための党派を形成する、ことを、他の長身たち以上の規模で行うことにも成功した。そこにも、彼の政治家としての力量が見える。ただ、バッキンガム公の、 こうした党派的行動は恩恵に預かることのできるものとできないもの、中央と地方の亀裂を深め、それが革命への一因にもなったと見られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。